はい、それでは IT パスポート試験は取る価値ある資格かということでお話をしていきたいと思います。担当はレクセニコ氏の黒川です。でですね、まずはこの動画を見てですね、分かるポイントということで先にお伝えすると、 IT パスポート試験ってどんな資格試験なのかなっていうところですね。まずはちょっとそれをお伝えさせていただいて、でその資格、この IT パスポートって実際取ることによる意味ってありますかねっていうところですね。そこはちょっと私なりの見解ってことでちょっとお伝えしていきたいなというふうに思います。でそれと試験の実際のご概要ですよね。まあこういう試験概要になってるん でこの合格のつかみ方ってことで、じゃあ学習方法としてこういうふうにやったらいいよっていうようなお話までしていきますんで、でまあ、ぜひですね、最後までご視聴いただければなというふうに思います。で私中小企業診断士で応用情報技術者の資格試験にも受かってまして、でこういったまあ資格も受かってますし、まあ、いろんなこう実務もやってるんですね。で、まあ、簡単に言うとこう実務ゴリゴリに IT 系のですねやってまして、で自分で会社もこう立ち上げてやってるような人間でして、今 IT コンサルタントとして活躍しながらも いろんなですね自分自身で立ち上げたブランドとかですね、まあ、そういったものをですね展開してやってるという形になりますので、そんな私目線でですね価値ある資格なのかなっていうところの思っているところをですね、ぜひお伝えしていきたいと思います。じゃあですね、まずはこの IT パスポート試験ですね、まあ、どんな資格なのかというお話ですね、まずはしていきたいと思います。でこの IT パスポートですねに関してはですね、まず IT の基礎知識ですねを勉強するための実は国家資格なんですよというところですね。っていうのはやっぱりこう大きい、まあ信頼性の高い資格なんだと。で結構ですね人数多いですよね。こう累計で今までこう120万人以上が受けてるっていうこともかなりの人気の資格と。で合格率が 50% という形で、まあ受かりやすい試験ではありますし、で20代の最も多いという年齢層になってまして、若い人が受ける、で学生さんも受けてると。でこの IT パスポート試験って IT ってなってますけど、必ずしも IT 技術者になっていく、 IT 企業に入っていく人が受ける資格っていうわけではなくて、非 IT 系の人っていうので 65% ということになるので、まあ、もちろんその社会人の人の中だけで考えて 65% が非 IT 系と、まあ、ほとんどの会社が使うわけですよね。なので使う立場からしたときに IT のそれなりの、まあ、知識を持った上で IT を使いこなしたいよって思ってる人がまあ多いんだろうなと。なのでこの今の時代的にも求められる資格というふうになってるのは間違いないのと。でこの IT パスポート試験ですね、でカバーする内容っていうのが3点あって、ストラテジー系とマネジメント系とテクノロジー系の3本柱でですね成り立ってるんですね。なのでまあポイントはですね、このテクノロジーだけじゃないんだっていうところがやっぱりこう一つのポイントで、ストラテジー分野っていうので、まあ経営戦略だとか会計だとかですね、そういったところ、まああとはホームですね、ホームもそうですし、で今のこの時代の IT トレンドですよね。で AI とか IoT とかなんかそういうの聞きますよね。 RPA とかで、そういったこう今の時代で使われてる IT のこう流行りってどういうものなのとかっていうところもやるんですよね。なのでこうまあ知らないは許されないような、やっぱりこう今の時代で必要な知識をやりますし、かつこのマネジメントっていうところでやっぱこうプロジェクトを回していくっていう時に使える知識っていうのもかなりやっていくんで、実践的なんですよね。仕事を回していくってことなので、まあ、どの業界でもやっぱ使うんですよね。でプラスじゃあ IT の基本的な技術知識っていうのをテクノロジー分野でやっていくんで、まあ、ここもあくまで基本的なっていうところなんで、まあ、その導入知識ですよね。やっぱりこう IT として必要な体系的な知識ですね、幅広い中でその基礎ベースを作っていくっていう形になっていくんで、仕事をするビジネスマンとしてのベースの知識っていうふうにも言えるかなと。ビジネスマンのこうベースを作るようなそんな知識をやっていく資格試験なんだっていうことで、今の時代にかなりフィットするようなそういった学習内容をやっていくんだなっていうところですね。でそれを分かった上で、じゃあ取って意味あんのっていうところですよね。でそこをちょっと見ていきたいなと思います。でこの取って意味あるかないかで結論的に言うのは簡単なんですけど、じゃあまずちょっとですね、この IT 知識って結構すごく幅広いんです。 AI とか IoT とか 5G とかね、 DX デジタルトランスフォーメーションとか、なんか聞いたことありますかねと。でクラウドとか、まあ、ウェブ系もそうですよね。でセキュリティもそうですし、 RPA とかも、まあ、いろんな言葉がありますと。でその言葉を なんとなく聞いたことはあるかなぐらいだけじゃなくて、プラスアルファこれってこういうことなんですよと、今の時代ってこういうふうに関わってきてるんですよと。じゃあ仕事に変えていった時に、じゃあどういうところでこの仕事に関わってくるのかなとか、こう分かるようになってくるんですよね。その知識をもとにしてですね、仕事がこう成り立っていく、回っていくっていうのがあれば、やっぱ知ってると知らないっていうのは大きな違いなんですよね。なのでその知ってる方の人材になれるっていう、まずそこのベースが作られるんですよと。単なる資格試験ってい こう学問的な分野じゃなくて、結構実践的な資格試験の内容になってるんで、やっぱりこう確実にですね、こういった仕事の部分で必要な知識にはやっぱなると。
で、次にですね、その IT の技術的知識だけじゃないんだよっていうところですね。もうそこも一個大きなポイントで、こう時事的なところとか、今世の中がどういうふうに動いてんのとか、まあそういったものをやっぱ知ってるっていうので、それを知った上で、その世の中の動きに合わせた、ことができるっていうのってすごく大きいんですね。その時事的なことをちゃんと知ってますと。それを抑えた上で、まあ判断、状況判断ができたりとかっていうのはやっぱりこう必要なんですよね。そこの流行りに結構会社も合わせていくんですよね。会社も合わせていって、やっぱそう合わせられなかったら時代遅れだよってことになると。だから時代遅れの人間にならない。時代遅れの会社にならないための知識っていうので、まあやっぱ必要になりますよねと。プラス、しかも会社のこともやるんです。この経営戦略的なこともやりますし、マーケティングもそうですよね。で、マーケティングもやっぱ会社社長とか、その営業部隊の人たちとか、で、商品開発するときに、じゃあ何考えてこの商品作ってんのと。まあそういうのとかが分かるようになってくるっていうのを、こう、会社の動き方が分かる。プラス、その会計の知識の基礎もやりますし、法律の部分もやりますと。っていうことなんですね。で、それに加えて、セキュリティです。で、IT が便利になればなるほど、こう、セキュリティっていうところの脅威も増してくるんですよね。なので、便利さが、こう、と引き換えに、脅威も増えてくるっていうのもあるので、じゃあ、そこの便利に安心して使えるようにしていくための知識として、このセキュリティっていうのはやっぱり必須なんで、ここもしっかりとやっていきますと。そこの脅威でどういう、例えば攻撃をされることがあるのかとか、それに対してどういう対策が有効なのかっていうのを、ちょっとでも知ってるだけで、やっぱだいぶ違うんですよね。なので、この世の中のこと、ね、会社のことが理解できる、そういった知識を使って仕事ができる。それって求められる、期待される人材になっていきますと。で、加えてですね、もう一個やっぱりこう、話の流れとしてあるのは、次の資格につながっていくと。で、確かに IT パスポート試験って、そんなに難しい資格試験ではないと。要は誰でも取れる資格なんですよね。なんで珍しい資格ではないですと。で、そういう意味ではさ、資格だけで差別化ができるわけではないので、例えば就職活動で IT パスポート試験を取ってますよと。で、それの一文だけでこの人すごいなっていうふうにはならないです。ならないんですけど、やっぱそれを取ってちゃんとその知識をもとにしてベースができてますっていうのはアピールポイントにはなります。もう一個ステップアップした資格でちょっと目指せるんじゃないかというところで、取りやすくなるんですよね。IT パスポート試験って結構幅広く勉強するんで、ストラテジーもやりますと、法律もやります、会計もやりますと、で、IT 知識ももちろんやりますというところで、こう幅が効くんですというところの、他の資格試験を勉強するのにゼロから勉強しなくて済むんですよね。だからそこが大きいところで、なので IT パスポート試験受かったら、なるべく早く次のステップアップした資格っていうのを目指すっていうのは一つありだと思います。で、その IT 系でもし行くんだってなれば、この基本情報技術者試験とかですね、もっと応用情報技術者試験とかね、これは IT 業界向けの人の話ですね。でも会計の部分ちょっとやって面白かったなとかっていう人は、その簿記検定とか、そのもっと経営の部分がなんか面白いと、マーケティングが面白いなとか、経営戦略面白いと、もっとこう経営学、この社長に対して逆にもうアドバイスするぐらいのレベルでもう経営学極めていきたいんだとかって思ったら、こう中小企業診断士ですね。こういうこう大きな資格取ると、資格だけで結構大きな、こうキーワードになってくるんで、やっぱりこう引っかかるんですよね。っていうのがすごく大きいんです。で、まあ、法律とかで言うと、行政書士とか、司法書士とか、まあ、弁護士目指すとかでも、まあ、ありかもしれないですけど、まあ、身近な法律相談っていうと、まあ、行政書士とか、まあ、そういったところに、こう、つながっていくような、まあ、基礎をやっていくので、ベースができるんで、他の資格試験につながりやすいですと。じゃあ、次に、その試験概要ですね。じゃあ、この試験ってどんな感じで試験やるのという話を、まあ、改めて、ちょっとやっていくと、ね、こんな感じですね。ですと。で、まず試験時間120分ですと。で、まあ、短いですよね。短くて、で、120分2時間で終わる試験ですよね。で、100問出ますと。100問だって1000点ですと。で、100問の中のストラテジー、マネジメント、テクノロジーはそれぞれ32問、18問、42問構成で、まあ、確かにテクノロジーは若干多いです。若干多いですけど、ストラテジー結構多くないっていう感じですよね。ストラテジー分野結構多いんで、結構ここがですね、大きいんですね。で、テクノロジーも42問出てますけど、結構ですね、セキュリティ系が多いんですよ。なので、すごくこう技術特化した話をメインで出すっていうよりかは、割とこう体系的にこう幅広く出してくるっていうイメージです。で、全て選択式なので、記述論述はないです。ない方が圧倒的にやりやすいですね。で、もう頑張ったら頑張った分だけ結果が出やすいんです。で、そういう論述試験がある試験って、頑張っても取れない時がある。これ結構難しいんですよ。なんでコツがいるんですよね。単純に頑張れば取れるっていう資格試験ではなくなってくるんで、この IT パスポートの場合はもう頑張れば取れるっていう感じです。その選択式の問題だけの場合は、頑張ればできるんです。で、CBT 試験ですね。で、コンピューターベースドテストという形で、まあ、要はパソコンでテストを受けますっていう形ですね。になりまして、600点以上、まあ、6割で合格になりますんで、まあ、6割合格ですよと。
6割合格って楽なんですよ。マニアックな論点は別に勉強する必要ないんです。もう本当に重要なところでよく出るところを押さえておけば基本的に6割いきますんで、割と記述もないし取りやすいっていうのは間違いないですと。で、まあ、合格率 50% っていうのはあるし、まあ、取りやすい資格試験の内容ですよと。負担かかんないであればやってみるっていう、こう、まあ、もう迷ってる段階でもう今迷ってますっていうのがあればもうやってみるんで全然負担にならないんで全然いいかなと思いますね。で、どういう人が受けるのというところで対象者ですね。で、受験資格とか年齢制限特にないですと。特にないので、めちゃくちゃ若い人でも別に高校生でも受けても大丈夫ですよと。っていうこともありますし、この資格持ってないと受けれないとか、そういうものも特にないですと。で、ちなみにこんな問題ですね。が出てるんで、例えばこう、まあ、クラウドコンピューティングの説明としてとかっていう感じの問題が、まあ、出てたりするんで、クラウドコンピューティングってなんだろうなという形ですよね。適切なものと不適切なものを選べればいいんですね。なので、一個一個の細かい専門知識を全部やる必要はなくて、まあ、これっぽいなっていうのが選べるだけの基礎知識っていうのをやっていくような形になりますので、まあ、問題自体もそんなに難しくないです。難しくもないですが、でもこれを知ってると結構生きるんです。じゃあ次ですね。では合格、じゃあ実際じゃあそう言うけども、じゃあ受からなければ意味がないよねということで、合格っていうのをじゃあどうやってこう掴んでいくかという話をですね、まずちょっとしていきたいなと思います。で、もうとにかく受かり方なんですけど、私も10年以上ですね、この資格予備校でも講師もやってますと。で、受かり方っていうコツはやっぱりあります。資格に受かる受かんないの差が出るポイントは、とにかく勉強の仕方です。その人のスペックとか、もともとやってきたバックグラウンドの知識とか、経験値とか、ね、そういうの全く関係ないです。学歴とか全く関係ないです。とにかく、その資格に向き合う学習の仕方なんです。それがもう全部です。すべてになりますので。で、この IT パスポートだったら、IT パスポートに受かりやすいための覚え方ってあるんですよね。IT パスポート試験はちょっと違う。やや、状況判断をさせるんです。状況判断をさせるんで、単純に用語の意味を知ってる、覚えてる、丸暗記してるだけだと、できない問題も多いんです。で、かつ全部を丸暗記していくのはきついです。きついので、無駄な時間かかりますんで、ここに書いてある、まず1個目、暗記よりも理解の学習が絶対必要です。で、これはイメージで理解する。データベースって言われたデータが溜まってるなんか箱、器があるのかな。そこからデータを出し入れしているっていう状況をなんとなくイメージしながらやっていく。で、すべての問題は適切なのか不適切なのかが判断できればいいんですね。判断できればいいんで、知ってる知ってないを問う問題じゃなくて、適切なことを言ってんのか不適切なことを言ってんのかを判断させる試験なんですっていうところですね。そこがポイントなんで、その理解で言ってくださいと。で、あとは効率重視、重要度で絞り込むという話ですけども、とにかく徹底効率です。もう無駄なことはやる必要ないです。もう6割合格ですよっていうところの話からこうやっぱ続いてくるんですけど、100点を取る必要はないんです。1000点満点を満点を取る必要はないんです。よく出る重要論点だけを潰していけば基本的にいいんです。テキストとかの端から端までやる必要はないです。絞り込んで学習する。要はそれを重要度で絞り込んでいくんですね。なので一番重視すべきは過去問です。過去問ですね、これ。先に一番最初に見てもいいです。一番最初に見てもいいぐらい、やっぱ過去問が一番重要ですよね。その中で一回しか出たことないですみたいな論点はもう無視していいですんで、で、これ毎年のように絶対出てんなっていうところですね。そういうのは絶対あるんです。いっぱいあるんです。いっぱいあるんで、そこをまずは最優先で絞り込んで学習すると。過去問とか問題とかをやっていくっていう風になってくると、自然とアウトプットをしていくことになるので、なので、こうテキストだけ読んでるだけでも、やっぱり問題解けないですよね。なので、まずはインプットである程度のこう知識を蓄えた上で、アウトプットをすぐにやっぱ書くもんですよね。問題を解く。で、時には自分で自分に対して説明するみたいな感じで、こう、理解につなげていくような感じでのアウトプットをしていくとかなり定着しますんで、試験会場行ってド忘れして真っ白になったと、なんか、あ、これやったような気がするけど、わかんなくなっちゃいましたみたいな、そういうのがなくなるんですね。なくなるので、結果的に早いです。で、プラス最後にモチベーション。ってことで、合格後の姿をイメージすると。で、合格後、じゃあ皆さんは何のためにこの資格取るんですかと。この内容をちゃんと私知ってるんですっていう証明が一発でできるのがこの資格試験の良さなので、やっぱこれを使ってですね、やっぱこう、仕事で活躍したいんですよね。で、まあ新人なんだけど、まあそんなに舐められたくないと。で、期待されたい、上司から期待されたい、先輩社員から、ちょっともうちょっとなんか、知ってる人なんだよって思われたいと。これから仕事をやっていく、仕事を長くやっていく、その人生長いですよという中で、そこをこう、まあやっぱ輝かせたいんですよね。なので、ちょっとやっぱ資格に受かって、こういうの勉強したんだっていう、こう、証明をして、で、実際にこう、仕事の現場、フィールドに出て活躍したい、やっぱそういうやっぱイメージですよね。
仕事の中で活躍していきたいっていうなんかこう思いとかイメージとかっていうのをやっぱり一つですね、具体的にですね、皆さんの中でのですね、一人一人、まあ、いろんな個別に違うと思いますので、それをイメージしながらモチベーション高くぜひやってみてほしいなというふうに思います。IT パスポートですね、は取る価値ある資格なのかどうなのかといったようなお話をちょっとさせていただきましたけども、まあ結論で言うと、まああると思ってます。私からしても取る資格、価値はあると思ってますんで、勉強するポイントがですね、すごくこう理にかなったところをやっていくような、そんなこう資格試験になってるんで、やった方がいいと思ってます。で、資格を持ってる人と持ってない人の大きな違いっていうのは、うさんくさくないんですよね。うさんくさくなくなると、こう資格持ってますってなったら、ちゃんと体系的に勉強してきた、真面目なんだ、誠実な人だなとかっていうイメージもやっぱり残るんですよね。それって結構強いです。強いですし、資格一回取ったらもうそれ一生もんですんで、基本的にも一生それで証明できる。今迷われてるんだったら、もう迷ってる時点だったら、これそんな、まずは IT パスポートはそんな負荷のかかるような試験ではないですんで、まずこんだけのメリットなんだったらやった方がいいです。一歩進んでですね、進んでみていただいて、でそこからこう人生変わっていくかもしれないですよね。なので、まあ大きな一歩になる可能性もあるんでですね、ぜひともやってみていただきたいなというふうに思います。ではありがとうございました。